NGC 1055は、クジラ座にある真横を向いた渦巻き銀河である。顕著で目立つ角バルジを、幅広く暗いゴミとガスの帯が横切っている。過剰腕構造は銀河面の髪型にあるように見え、バルジの上半分を隠している。1783年12月19日に、ウィリアム・ハーシェルがイングランドの自宅で発見した。明るい渦巻き銀河 M77 と連生形を、 形成し、これら二つは NGC1073 と他の5つの小さな不規則銀河を含む小さな銀河群の中で最も大きい銀河である。NGC1087、NGC1090 と NGC1094 はこの銀河群に近いように見えるが、実際には同じ方向にあるだけでずっと遠くにある。公表されている赤型変異によると、 NGC 1055までのおおよその距離は約5200万光年、直径は約115800光年と推測される。NGC 1055と M77 との距離は約44万2000光年である。NGC 1055は明るい赤外線原発電波源で特に暖かい一酸化炭素の波長で明るい。この結果は 波外れた星系生活性に由来すると考えられている。繊維核を持っている可能性が高いと考えられるが、低電離中心核基線領域になる可能性はほとんどないと思われている。ありがとうございます。